ご自身の作品を創作されるとき、どのようにインスピレーションを得られるのか、ちょっとね、気になりますよね。またちょっと外れちゃうかもしれないですけど、4ヶ月しかと言ってもいいんですけど、坂本龍一さんが亡くなられて、どこか日本人の音楽家としての誇りだったんですね、僕の中でも。こういうやっぱり音楽家もいるんだよっていう時代も、そこそこ近いところにいて、その前は富田勲さんっていう人がいてとかっていうのがあって、少なくとも坂本龍一さんとはもう10年も違わないので、で、いまだにちょっとその発想とかいう、そういう何かこう考える時っていうの、作る時にやっぱりどうしてもまだ未だに浮かんできちゃうんですよね。なので、ちょっと今日中困っちゃうんだけどっていう感じもあったりもするぐらい、だからちょっと新しいことを考えていかなきゃいけないというか、別に今までコピーというか影響をそんなにそこまで大きく受けてきたつもりはないんですけども、そういうのがあったりはするので、これ余計なことなのであんまり別にいいんですけど、今同じ年ぐらいで、やっぱり憧れる、羨ましいなと思う気持ちはいつまでも持ってないと作れない発想というか、よし、みんなが「ああいいですね」とか、単純にヒットとか、すごい素晴らしいですって言ってもらえるために作ってるので、やっぱりその言葉が聞きたくてやっぱり作ってるので、そういう意味では今ハンス・ジマーっていう人は同じ年ぐらいで、ライオンキングとかでアカデミー賞取ったりとかしてる、そういう作曲家がいるんですけど、例えばそういう人とかね、遠いけどできなくないかなっていう、そのぐらいの距離の人っていうのを見つけて、やってますけどね。やっぱり背中を見れる人を控え必要なんですね。小室さんの作品の中で坂本さんの影響を色濃く受けた作品とか時期があればどのあたりか、逆に坂本さんのどのような作品に影響を受けたなと思うかっていう、この2つを伺いたいんですけれども。ですね。具体的には初期 YMO の頃ですかね、やはり。ああいったサウンドは、世界的にも影響を受けた人たちは数多くいるので、が、一番影響を受けていると思います。で、その後は、いくつか他の何か取材でもお答えしてるんですけども、やっぱり映画音楽入られてからは、やっぱり音楽、本当の音楽教育をしっかりと受けてる方っていうのやっぱり、理論的なものがしっかり構築されてるものになると、ちょっと僕やっぱ離れ、とてつもない距離を感じるところもあったので、そんな感じですかね。YMO の頃の小室さんの、同時代の小室さんの作品が影響を受けてるというような。初期はすごい影響を受けていると思いますね。